こんにちは、皆さん、中山茂樹です。今日はですね、ちょっと最近のコメントで思ったことを、話していきたいなと思います。最近のコメントでですね、僕が使ってる携帯が今、iPhone ともう一個 Google の Pixel 4ってやつ使ってて、まあ、どちらもこれ、会社はアメリカの会社のものを使ってます。 Apple と Google で、まあ、別になんか、日本、韓国、中国、台湾のメーカーが好きとか嫌いとかそういうのはあまりないんですけど、例えば韓国のサムスンの携帯を使ってると韓国びいきだとか、中国のシャオミとか、台湾だったらエイサスとか使ってると台湾好きだみたいな、なんかそういうのって、いや、なんかもうなんかいつの時代の話をしているんだと思って、中の部品のことを考えると日本のものも韓国のものも中国のものも全部入っているわけで、アメリカのものもで、その作ってる人だって全員がじゃあ日本メイドイン、なんだろう、日本の会社だから、ソニーだから全員が日本人が作ってるわけではないですし、中のエンジニアの人はいろんな国の人がいて、エンジニアだけではなくて、そのなんだろうな、あくまでその会社がどこに所属している国のものか、なんだろうな、例えばなんかそれで、いや別にいいんですよ、日本人だからソニー好きでしょうとか、韓国人だからサムスン好きでしょうとか、そういう愛国心を持つことはすごくいいと思うんですけど、なんだろう、こう、いやお前なんでその国のメーカーのものを使ってるんだ、売国野郎みたいな、なんかそれはさすがにナンセンスだろうっていうのは僕が感じてることで、まあ僕も実際日本、韓国、中国、台湾、アメリカ、いろんなもの使ってますけど、まあもちろん好き好き、このメーカーのは好きだなとか、このメーカーのはちょっと使いづらいなっていろいろあったんですけど、だからって日本人だからソニー使えとか、なんだろう、中国のメーカー使ってたらお前は中国に情報を売ってるのかとか言われて、いや別にそんなつもりで使ってるわけではないですし、僕が使いたいものを使うだけで、まあそれは嫌いな国があってそこのメーカーの不買運動をするのはそれは個人の自由だから、なんとも思わない、なんとも思わないというか、あ、そういう考えがあるんだって思うけど、それを人に押し付けるのは違うなって思います。まあ僕はそんな感じです。まあ、どこのメーカーのものを使っていてもみんなやってることは YouTube 見たり Google 検索したりしてるっていうのは一緒だと思うんで、まあ、別になんでそんなことでわーわー言う必要があるのかなと思います。そんな感じです。それでは。